Google アシスタントの音声機能はスマートフォンに話しかけることで天気を調べたり目的地までの行き方を調べたり誰かに電話をかけたりできます。早速使ってみましょう。ホーム画面にあるこのマイクをタップします。画面が変わったらスマートフォンに話しかけます。巣鴨駅までの電車の行き方を教えて。巣鴨駅まで電車で行く場合、現在地から徒歩7分のうち幸町駅から13時8分に出る三田線に乗るのが最適ルートです。このようにスマートフォンに話しかけるだけで知りたい情報などを教えてくれます。それではもう一度。巣鴨駅までの電車の行き方を教えて。巣鴨駅まで電車で行く場合、現在地から徒歩7分のうち幸町駅から13時8分に出る三田線に乗るのが最適ルートです。さあ、いろいろなことを聞いてみましょう。